んにちは、ひねるです。本日ご紹介するのはハッピーハッキングキーボード。そう、今必死に指先で叩いているこの真っ黒いキーボードです。こちらのキーボード、なんとお値段30,000円。購入するにはかなり勇気のいる金額でしたが、いざ思い切って買ってみた感想はめちゃくちゃ最高。日々お値段以上の満足感に浸っています。タイトルの通り、ハッピーハッキングキーボードは全人類におすすめしたいほど素晴らしいキーボードなのですが、特におすすめしたいのがキーボードに触れている時間の長い方。例えばブロガー、ライター、あとはソフトウェア開発をしているプログラマーといった方々は1日の大半をキーボードと共に過ごしていると思いますので、このハッピーハッキングキーボードの価値を存分に享受できると思います。とはいえ、1ヶ月使用した中で気になる部分が一切なかったかというと、実は一部残念に感じる部分もありました。そこで今回は、僕がハッピーハッキングキーボードをおすすめしたい理由と、そうは言ってもここが気になるから購入する際は目をつぶれるか確認してみてね、といったポイントを紹介させていただきます。キーボードでの作業が多い方や、ハッピーハッキングキーボードの購入を検討しているという方はぜひ参考にしてください。まずはおすすめ理由その1、自然とデスクに向かいたくなる。ハッピーハッキングキーボードを紹介する際によく使われる表現ですが、このキーボードを打ち込むと独特のストトトトト、スココココココという打鍵感があります。この感覚が無性に癖になるんですよね。ひとたびこの感覚を味わってしまえば、最後この打鍵感に酔いしれたいがためだけに自然とデスクに向かってしまうような、そんな魅力がこのキーボードにはあります。気持ちいいのよ。この独特の打鍵感の正体は、静電容量無接点方式といって、キーがそこについてから入力されるのではなく、キー大火事に入力を感知する仕組み。弾力があるものの、軽く滑らかなキータッチが続くので、文字を打つごとに快感を覚えます。ただし軽いと言っても、指を置いただけで反応するほどは軽くないので、明確に押そうという意思を持たなければ反応しません。ですからミスタッチは少ないです。キーを押した後の戻りもいいんですよね。次のキーへ移動するために、押した指をそっと持ち上げてくれるようなもちっとした弾力を感じます。おすすめ理由その2、合理的なキー配列で生産性が上がる。ハッピーハッキングキーボードには F1、F2 といったファンクションキーやカーソルキーがありません。ではどのようにしてこれらのキーを入力するかというと、右下の FN キーと他のボタンを組み合わせることで、単独で存在しないボタンの入力が行えます。この仕組みによって極限までキー数を削ることができるという感じです。キー数を削ると何がいいのかというと、腕や手を大きく動かさなくともほとんどのキーに指が届くようになる。もっと言うと、ホームポジションからほとんど手を動かさなくても良くなるので、素早いタイピングが可能になり、生産性がぐんと上がります。個人的に何が嬉しいかというと、独立したキャプスロックキーがないっていうところですね。キャプスロックって大体は A キーの真横に陣取っているんですけれども、出番がほとんどないくせに、めちゃくちゃ大事なところに座ってるんですよね。ハッピーハッキングキーボードでは A の真横は使用頻度の高いコントロールキーが配置されています。そしてキー数が少ないということは、当然コンパクトになりますので、ミニマルなデザインが好きな方、ゆとりを持ってデスクを使いたいという方にはうってつけのキーボードだと思います。サイズ感はだいたい A4 ノートを縦に半分にしたくらいの大きさです。おすすめ理由その3、生涯を共にしうるロマンに震える。先ほども紹介したように、ハッピーハッキングキーボードは静電容量無接点方式のため、底付きによる摩耗を心配する必要がありません。ですから耐久性がめちゃくちゃ高いです。公式サイトによると、3000万回以上の打鍵が可能ということなので、1日に1000回同じキーをタイプしたとしても3万日、つまり82年間使えます。82年間ということは、要するにギネス級のご長寿さんにでもならない限り一生使えるっていうことですね。ちなみに、ハッピーハッキングキーボードが充電式のリチウムイオン電池を採用していない理由も、リチウムイオン電池を使うとキーボードの寿命が決まってしまうからです。ハッピーハッキングキーボードはどこでも手に入りやすい単三系乾電池2本で動きます。先ほど独特のキー配列について紹介しましたが、この配列は合理的であるものの、今までは片手で行っていたような操作を両手で行うことになるので、慣れるまでに一定の時間がかかります。
これネガティブなポイントでもあるのですが、だからこそ使えば使うほどに手に馴染んでくる感覚が芽生えて、どんどんと愛着が湧いてくるんですよね。僕もまだまだ使いこなせていなくて、カーソル移動をしたい時に一瞬考えないと操作できなかったりするのですが、明らかに購入初日よりはスムーズに操作できるようにはなってきていて、この使い慣れてきた感覚というのがなんだか嬉しいんですよね。時間をかけて向き合った分だけ自分にとってかけがえのない道具になるというところにロマンを感じます。おすすめの理由その4、切り替えのイライラなしでデバイスをまたいで利用できる。ハッピーハッキングキーボードはサポート OS が豊富で、 Windows、MacOS、Android、iOS、iPadOS と接続できる上に、最大4台までの Bluetooth 機器と接続可能なため、マルチデバイスで作業をされる方にとってはもうこれを使う以外の選択肢はないでしょっていうくらいおすすめです。さらにすごいのが各デバイス間の切り替えが爆速なところ。シフトプラスコントロールプラス1から4を押すことで、事前にそれぞれの数字に割り振っていたデバイスに切り替えることができるのですが、この切り替えがめちゃくちゃスムーズ、ストレスフリーです。また Bluetooth 接続の他に有線での接続もできるので、最大で5台までの機器と接続できます。ちなみに有線接続時は USB から給電が行えます。このようにめちゃくちゃ便利なデバイス切り替え機能なんですが、この機能はハイブリッドシリーズでのみ可能となっていますので、お買い求めの際はご注意ください。続いてハッピーハッキングキーボードを1ヶ月使用して感じた残念な点を紹介します。残念な理由その1、長時間タイピングしていると疲れる。ハッピーハッキングキーボードを購入して最初の頃はおお最高じゃんと思って使っていたんですが、タイピングしているとね、今までよりも明らかに腕とか肩甲骨が疲れるっていうのを感じるんですね。でこの原因は何だろうなと考えてみたところ、どうやらキーボード自体の高さが問題っぽいぞということが分かりました。というのもハッピーハッキングキーボードって一般的なキーボードと比べると結構高さがあるんですよ。特にアップルのマジックキーボードのようにバタフライ式やシザー式といった薄めのキーボードと比べるとその差は歴然。ほらこんなに違うんです。なぜ高さのあるキーボードを使うと疲れやすいかというと、文字を打つ際に手首を浮かせた体勢になるため、変に力が入って長時間文字を打ってると徐々に疲れが溜まってきちゃうんですね。疲れるんだったらキーボード長く触る人に向いてないじゃんって思われるかもしれませんが、いろいろと調べてバッチリと解決策を見つけました。ズバリパームレストを使うことで自然な体勢を取り戻せます。パームレストというのはキーボードの手前に置いて利用する手首を置いておける台座のようなものです。自分の使っているパームレストはこんな感じのものなのですが、これを使うことでリラックスした状態でタイピングできるようになりました。おそらくこのキーボードを使う際はパームレストは必須かなと思うので、ハッピーハッキングキーボードを購入する場合は最初からパームレストを同時に買っておいた方が、変に生産性が落ちる期間を作らずに済むんじゃないかと思います。残念な理由その2、わりかし重い。ハッピーハッキングキーボードは電池を含めて重さ約 576g です。 576g というと 500ml のペットボトルより重くて、ヤングジャンプより少し軽いくらいの重量です。コンパクトな見た目なのでもう少し軽そうに思えるのですが、実際に持ってみるとずっしりと意外に重さを感じます。カバンに入れて持ち運べる大きさですし、めちゃくちゃ重いというわけではないのですが、個人的に思うのはたまに持ち歩くにはいいけれども、仕事場と自宅の往復で毎日持ち歩くにはあまり良い気はしない重量かなという感じですね。持ち運んでの利用を考えている方はカバンに 500ml の飲み物やヤングジャンプを入れてみて、毎日の通勤に耐えられるかチェックしてみることをお勧めします。残念な点その3、作業内容によっては独立したカーソルキーがないことが不便。先ほど説明したようにハッピーハッキングキーボードはカーソルキーを入力したいときには2つのキーを組み合わせて操作します。この操作はキーボードだけで完結する作業をしているときにはホームポジションをあまり崩さずに入力できるので有利に働くんですが、動画編集のように右手はマウスに置いている時間が長く、たまにカーソルキーの入力がしたいといった作業をする際に、独立したカーソルキーの操作と比べると入力までの時間が増えてしまいます。これは複合キーの操作に慣れることである程度は解決する問題だとは思うんですけれども、右手はマウスを触っている時間が長く、カーソル操作やファンクションキーを対応するような作業をされている方にはハッピーハッキングキーボードよりももっとしっくりくるキーボードがあるんじゃないかなというふうに思います。以上、ハッピーハッキングキーボードプロフェッショナルハイブリッドタイプ S のレビューでした。
3万円を超える高価なキーボードではありますが、投資に見合うだけの価値を提供してくれるはずなので、タイピングを生業の一部とする人や、キーボードと向き合う時間の長い人には大変おすすめのガジェットです。この動画を気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。動画に対する質問やご感想もお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。